はい、始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価、お願いします。今回は大阪府の配送ドライバー、正社員、15年目42歳の方の給与明細です。えー、仕事内容は、コンビニのルート配送で店舗へチルドの商品やパン、弁当の運搬をメインに行っています。工場で製造、仕分けられた商品をコースごとに積み込み、1日2回配送に出ます。 その他の他運送会社とは異なり店舗のお客様がいる中での作業となるので人と接する機会は増えます。トラックの運転が好きな人、人付き合いが好きな人が多いです。えー、必要な資格やスキルが中型免許、勤務時間が1日10時間,で、えー、10時間半で収入が年収380万、えー。配送したい方のアドバイスとしてはお店が空いている限り配送は常にあり、不況、コロナ禍でも、えー、給料が減った実感はありませんでした。 主体業務はほとんどなく、運送会社の中でもプライベートな時間も取りやすい業種だと思います。で給与明細です。基本給が82,950円、職能給5,600円、えー、役職手当などがついて、まあ、特に大きいのが残業代の11万7,874円と、深夜手当の4 376円、えー、地域手当も5万8,000円ありますね。 でえー、こういった手当てがついて支給が36 2, 円そこから控除が引かれて手取りの金額が書いてないっすかね、えー、手取りは書いてないんですけど、えー、まあ計算するに、えー、手取り29万くらいとなっていますね、えー、今回はコンビニのルート配送の方の給与明細でした これだけ支給されているんですけど年収で見ると380万とかなり少ない感じです。今回はこれで終わります。チャンネル登録・高評価お願いします。